すぎるから。入った这拳头呢，这是重意不重形嘛，它主要就是它要这种意境，你醉拳的这种感觉，而且这种更重视一些。你像这个传统套路，它就是动作、身法、速度、力量啊，它是注重这些。但说它就是这个比较醉拳、醉剑这种象形类的，更注重这种感觉。中国人他的走这个步子非常不错，还有他感觉走出来了。啊，他感觉，你看，就你说那个站着这样，似醉非醉的感觉，啊，学的特别好。是吧？寒い。もう寒すぎて、なんかもう体がとりあえず温まれへんから、なかなか寒すぎてメンタルがちょっと。哦，这跳就可以了，不需要说浮力感，提出去出去。你得打。手も含め足も含め、どうしてもやっぱ自分の今までやってきたことのある形にどうしてもこう行ってしまうからめっちゃ直されてるんですけど、まあでも頑張って習得できたらなと思います。全身筋肉痛です。やばい、ほんまに。特にこのここ足の太ももの裏、多分最初にキックするやつでやと思うんですけど、むっちゃ痛い。もう昨日寝る時から今日の朝もずっとなんかこういう感じで行動して、あ、でもやったら動いたら多分大丈夫やと思うんですけど。脳が揺れる。手势带开，带开走，手带开这个手。他这三天还可以，因为他虽然说学的东西少，但是中国武术有句话叫不怕千招会，就怕一招绝。对，他只要说把所有的精力都关注到这一个套路上面，他只要能练好其实也可以。对，所以说他通过这三天的接触，这个小姑娘首先她就是非常好学。对，她只要说好学，再一个呢，她就是自己比较有主意，就是她自己知道啊什么的动作是好的，什么样的动作是差的，她只是说回去把这些细节抓好还是可以的。连贯性加强就可以。これもっと強めば大丈夫。其他没有。それ以外も全部大丈夫です。谢谢。その自分のスタイルに混ぜるっていうのはもうイメージはもうできてて、もともと形とそのフローの仕方でうまいこと水拳を混ぜれたらなと思ってますけど。せっかく習ったから、その少林寺感は絶対こう消したくなかったっていうのもあるし、まあ、音楽もすごいなんかそういう雰囲気があるから、なんかそこのニュアンスは消したくなくて、でもまあその自分のスタイルっていうのも残したいっていうのはすごいあったから、そこをどうミックスできるかなっていうのはすごいあったんですけど、うまいこと混ざれたんちゃうかなとは自分の中では思います。
ほんまに修行っていう感じでしたね。ほんまに訓練みたいな、まあ、寒い中外でやるのとかも含めて、まあ、メンタル的にもちょっとこう久々ガツンってきたもんあったし、鍛えられたかなって、うん、その何日かでは習得できないっていうのはやっぱ改めて感じたっていうのもあるし、やっぱ音楽に合わせて踊らへんから余計にやっぱりちょっと難しいもんあったんで、でもまあ形とか、まあ、大事な部分っていうのはもう何回も注意されてすごい分かったんで、あとはそれをまた帰ってちょっとずつまたやっていこうかなと思いますね。手首を曲げてるのに力が入るっていうその感覚、うん、まだつかめてないけどなんかその感覚は若干分かった気がするんで、なんかその辺もこういうやり方でも力強くはできるんや、自分は出せてないけど、まあ、コーチとか師匠とか見てたらすげえ力強いから、うん、なんかそれはまたあの表現力一つレパートリーが増えたかなと、うん、